どうもロッキーでございます。本日は私がいつもお世話になっている札幌西区友メンタルクリニックさんにお邪魔しています。コウ先生、こんばんは。こんばんは。で私ちょっと気になったことがありまして、はい、どうぞ。病院 の壁に、はい、コロナの PCR 検査が無料で受けられますっていうふうに書いてあるんですけど、はい、本当ですか？本当ですよ。これちなみに受けたい方ってどういった手順を踏めばいいんですかね？はい、まずですね、クリニックまでお電話いただきたいんですけどもね。でお電話いただければ、詳しいやり方全部ご説明しますけれども、もしね電話が難しい、あるいはもうすでにうちのホームページを拝見いただいてですね、そのやり方全部書いてあるのでその通りでやりますっていう最初から分かる方はその通りに書いてある通りにやっていただければいいです。ファックスかメールで、今の状態を簡単に丸してもらって、で保健所の情報をいただければ、あと私の方からですねお電話差し上げて、状態を確認して、でそれでもやれるので全くクリニックに来る必要はないです。あ、そうなんですか？そうですよ。まずは電話をするか、またはホームページを見て。はい。あ、そういうことなんですね。そうですね。あとね、私はそれ用のファックスもいろんなところに配ってるので、もし手にしていただいたらそこに全部書いてありますので、とにかくご連絡いただければ後で詳しくご案内いたします。じゃあまずは電話をしたらまずいいとこですね。そうですよ、全く来る必要ないです。なんだって皆さん。はい。ちなみに僕結構インターネットで PCR 検査、はい、料金、はい、例えばまあもう何万円とか、はい、なんかありますけど、はい、これ無料で先生がされる、はい、まあ、実現なんで無料でできるのかなっていう、はい、ちょっと疑問があるんですよ。はい、あれはね、もともとはですね街中は保険を使った診療ではないので、なんぼでもお金を出そうと思えば取ろうと思えば取れるんですけども、しかし保険診療、要は病院でやる診療というのは国は補助してくれるから、検査費用自体はもともと無料なんですよ。え、そうなんですか？そうですよ。国は補助してくれてるわけですから。大きい。で、私のところを取るのは、初診料とか、こういう部分なので、そんなにかからないんですよ。最後の質問なんですけど、はい、僕、先生に、前の受診の時ですよね、はい、なんで先生これ、無料で、ここまでやるんですか？はい、ちょっと先生がすごい素敵な、俺ちょっとポロッといきそうになったんだけど、すごい素敵な信念があって今回これされてるの。それをちょっと皆さんに語ってもらってもいいですか？そんな素敵な信念でもない。いやいやいや、本当本当に珍しくいいこと言った。珍しくて普段からいいこと言ってますよ。いや、ない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 、ちょっとお願いします。実は今日ね、ちなみに今日は5月の、21日ですけれども、今日 NHK の放送で大学生が自分で、発症して自分の親に移してしまった、そしてその親が高熱出して入院までしたことをすごい後悔してるニュースがあったんです。要は私たちが自分で感染してるかもしれん、でそれがもし分かってたら人に移さなくて済むんですよ。私たちは誰に移すかっていうと、私たちにとって大切な人に移すことが一番可能性高いんです。なぜならば、今大切な人以外にマスク取ることないでしょ。お家帰って初めてマスク取ってということは、一番移しやすい相手って家族なんですよ。家族、恋人、子供、親しい友人、でその人たちに移さないためにはどうすればいいかというと、ちょっとでも疑いがあれば検査をして、そして検査で陽性が分かればきっちりと自己隔離をする。逆に言うと検査して陽性じゃなかったら安心して自分の大好きな人と一緒におれるんですよ。うつす可能性がないからですよ。素晴らしい。それなんです。でそれを一人一人ちゃんとそういうことをやっておけば、簡単にこのコロナというのは広がらなくなるので、最後は収束していって、こんなしょうもないマスク毎日して窮屈な生活から私たちが解放されることになるんです。そうですよね。それを一人一人何をすればいいかというと、やはりできるだけ
簡単にテストがやられるようにすること、私はそれが一番重要だと思います。でそこで考えたのは、お家におって全く病院に行かなくても翌日テストの結果出るようなシステムなんです。それを今お家でやってるわけです。そうなんですね、はい、いや本当に皆さん、今先生すごい素敵な言葉をおっしゃって、本当にやっぱ職場とか外出先、職場とかはやっぱり皆さんマスクするのはもう当然じゃないですか。でもやっぱり家に帰ったらやはりマスクは取る。だからやっぱりね、奥さんがいて、お子さんがいて、でお友達と遊ぶ時もまあほとんどお友達の家行ったり、お友達が自分の家に来た時ってマスクあまりつけないじゃないですか。なんでやっぱり一番大切な人にやっぱうつさないようにするには、やっぱり自分が検査を受けてその疑いがちゃんとないよっていうのを確認やっぱすることが大事ってことですよね。そうです。いや本当に先生は本当素晴らしい取り組みだと思うんで、はい、私応援したいと思ってちょっと今回この動画撮らさせてもらいましたね。ありがとうございます。じゃあ最後先生ちょっと真面目な話だけじゃあれなんで、はい、じゃあ先生の、はい、最近の、はい、マイブーム、面白いこと言ってくれるよ。いや最近ね悲しいことあったんですね。え、楽器ロス。あ、楽器ロスだ。はい。え、でもどうするんですか。楽器と奥さんどっちに天秤にかけた時どっちに。それはね、嫁に決まってますやん。え、嘘ばっかだ。